おはようございます。速稼塾の久保です。今日は9月10日金曜日ですね。大きな勝負来ましたね。もう終わりました。昨日と今日とこの2日間にわたってね、しっかりと相場を見てた方はしっかりと取れたと思います。まさに往復ビンタです。キーワードはですね、2つの私が、そうですね、セルポイントをお話してたことじゃないかなと思うんですよ。ずーっと申し上げていた109円の915、これが使えましたね。そして頂点、110円の420、これも使えましたね。この2つの数字をもとに今回は相場解説を振り返ってみようかと思います。で、もう今日は店じまいということですね。こちらです。まずはデイリーなんですけども、デイリーはね、お話した通りこういう風に上が上底が決まっていて、下底がこうやって広がっていって、片っぽで収束ということになりました。ただここね、ちょびっと出てますね。急速に売りが入りましたので、デイリーに関しましては、この収束がちょっと当てはまらずに、これはね、レンジに変更ということになりそうです。まあ、レンジは4時間で変更していきますんで、そちらの方を見ていただければわかるんですけども、こちらのチャートバーはね、まだ確定してませんので、まあ、横ばいということで見ていきましょうかね。で、肝心なのは4時間から1時間なんですよ。特に1時間です。4時間は軽く見ていきます。4時間をご覧いただければと思いますけども、レンジがもうね、しっかりとできてますよね。もう前々から4時間はレンジだっていうふうに申し上げてましたけども、こういう形で出来上がっていくそうなんで、これからもこのレンジをね、大切にしていただければと思います。まあ、こちらぐらいかな。このぐらいでいきましょうか。このレンジの間で上下するんではないかと思いますよね。で、1時間なんですよ、激しかったのは。ね、1時間見てみましょうか。かなり大きく取れたんじゃないかなと思います。はい、ここで出てくるのが、109円の915ね。まずは、109円の915というポイントが見えます。ね、もう繰り返しこれ使ってきましたよね。109円の915は、ここですよ。ね。ですんで、ここをブレイクしたら、ずっと倍の方に行くよっていうふうにお話して、結局倍の方に伸びたでしょ。で、どこまで伸びるのかなって言ったら、110円の420って申し上げましたよね。110円の420。まさに、ここじゃないですか。ね、110円の420。で、ここで利確をしてくださいって私昨日ははっきり言いました。全部かもしくは半分でいいんで利確をしてくださいと。そうすると何が起きるかっていうと、有力な投資家さんとか、上昇の投資家さんは同じようにここで利確してるんですよ。だから、セルの方にガーンと行くわけなんですよね。で、組み上げて、ダブルトップ、ヒゲと実体で、もう一回落ちていくわけなんですよ。どこまで落ちるかっていうと、109円の95まで落ちたでしょ。で、ここでもじゃもじゃして、改めてエントリーする人はすればいいんですけども、私は寝てましたんで、もうエントリーしてません。つまり、この三角形ね、両方とも取れてるわけなんですよ。価格ははっきりと申し上げましたね。109円の95をブレイクしたら倍。110円の420で、利確をしてくださいと。で、一回、下がってもう一回上がってきたんで、ダブルトップをつけて、セルの方に入ったのが、私は、ここだということなんですよね。ということなんで、往復で100ピップス以上が取れておるということでございます。ついでに、ここも取ってもよかったんですけども、寝てましたんでね。ゾーンを組み上げて。で、こっからは、当初、私がお話した通り、セルの方向に向かうって流れができるのが、今日から来週にかけてだと思います。綺麗に決まったでしょ、これで。何もかも決まった。ついでに言いますと、ここがなんでここで止まったかというと、これでも見てください。力点が一緒でしょ？もう言わなくても分かりますよね、これね。綺麗に決まった。今週も巨大利益で終わりました。ポイントはですよ、109円の915と110円の420。これを繰り返し繰り返しお話ししていたことです。これ以外の価格は私、申し上げてないでしょ？で、こういう風になるんですよ。相場を読むっていうのは。相場予測っていうのは。非常に儲けやすい一週間だったと思います。まあ、週の頭でね、109円の915をはっきりと申し上げていたことが勝因だったと思います。あと、利確ポイントはね、110円の420で申し上げましたけども、この利確ポイントはさらに上昇する、こともね、考えられたんで、全利確か半分利確って言い方しましたね。で、全く利確しない人ダメですよ。この人は負けますよ。このはっきり分かりやすいところですから。しかも私がはっきりと申し上げてますんでね。そして、また109の915までぐっと下がっていったでしょ。まあ、今週終わりですね、これでね。本当にお疲れ様でした。もうエントリーしなくていいでしょ。ここまでね、
こう動いたら、あとはセルの方向に向かうかなってとこぐらいなんですよ。まあ今日一日のんびり見た方がいいんじゃないですかね。ちょっと利益が取れてない方はセルに行くつもりで109円の610を割ったらセル、これで考えていけばいいんじゃないですか。109円の610を割ったらセルですね。これ以外の判断材料はありません、エントリーポイント。じゃあ今週もお疲れ様でした。